さあ、ということで、今回は麻雀ということで、まあ僕ちょっと3年ぐらい、もうちょっとまあ相方と動画とかで打ったりしてたんですけども、ほとんどもうやってなくて、またちょっとゴルフも最近やって、麻雀もやって、ちょっと昭和の昭和のおじさんをあのちょっと追いかけようということで、麻雀もやっていきます。そしてちょっとプロの思考を今回どんな風に考えてるのとかを教えていただこうと思いまして、プロの方来ていただいてます。自己紹介お願いします。はい、日本プロ麻雀連盟 M リーグではセガサミーフェニックスに所属しています、魚谷由美です。よろしくお願いします。魚谷さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。イニミニチャンネルという、はい、個人チャンネルなんですけども、はい、いつも拝見します。私霜降り明星さん大好きです。ありがとうございます、はい、そうなんですよ。だから僕はそんな麻雀最近してなくて、ちょっと前はこのお店ね結構通わしてもらって、はいはい、結構来てましたよね。はい、結構来てました。本当にプライベート練習、ね、そうなんですよ。で3年ぐらい空いて、はいはいはい、ちょっと忘れちゃってまたやりたいなと思ってて、はい、ちょっとだから今回ちょっとレッスンというか、はい、教えてどんな風に考えてるのかというのをちょっと教えていただきながら、はい、じゃあもう今日一日でもうバリバリ強くなれるようにお願いします。指導していきたいと思って、レッスンはちょっと優しめと、はい、もう結構厳しめとどっちがいいですか？厳しめでお願いします。わかりました。はい、Mリーグなんで、あ、Mリーガー目指して。僕Mリーガーです。はい、はい、今日はSリーガーでお願いします。はい、頑張りましょう。はい、はい、好きな役は大三元です。おー、はい、じゃあ今日大三元上がれるといいですね。上がりたい。でもこんなん言うもんじゃないですよね、あんま敵の前で。大三元好きですとか。でもさっきすごい手張ってましたよ、練習で。いや、これ練習でね、うん、これもう何にもならんけど、鎮逸、鎮逸ね、そうそう、鎮逸、これこれこれ、さっきこれで上がりかけたんですよね。はい、テンパまで行って もったいないっつって ねまあでも上がってなかったんで、うん、ちょっと上がりたいと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。店長お願いします。あ、落としちゃっていいですか？はい、はい、小林さんもお願いします。ゲームスタート。いや、まあ、いや、ちょっと、おー、うんうん、こういうレッスンはやられてるんですか？ま、うんうん、はい、私は結構頻繁にやってます。こうハイパイを見たときに最初に何考えますか？はい、まず何を目指すか。うん、素晴らしい。はい、最初何切るかっていう感じですかね。うんうんうん、あともう一個は、例えば何泣くかだけはすぐ反応しないといけないで考えておくといいですね。あ、この時点でも泣くことを考えてる。うん、そうです、そうです。泣かない時もあるんですけど、うん、泣く場合はあ、これ泣こうとかって考えておくと。なるほど。はい、じゃあ、はい、うん、あ、ごめんなさい。いつもドラを見逃すんですよね。うん、途中から見るんですよ。あ、素人なんで。あ、そう、一番最初のドラミンの大事です。ドラミンの忘れんねんな。じゃあ積もってとこからです。はい、わかりました。いきます。僕的もう、うんうん、打っていいんですか？いいですよ。はい、僕的にはまあ、いや、これな、結構好みでいっちゃうんですよね、うんうん、素人なんで。はい、好みでじゃあいきましょう。はい、いや、なんか僕あんまりこういうの好きじゃないんですよね。おお、ここら辺。おお、でも確かにこれちょっと手が悪めなんですよ。はい、悪いんだ。そう、これちょっと悪めなんで、思い切ってこういうの切ってて目指していくのありかもしれない。ありですか？うん、ありです。なんか僕こういうの好きなんですよ。ああ、はい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 。感覚的に。はいはいはい。だからちょっと、うん、やってみましょうか。じゃあ、いいですか？いいですよ、もちろん。はい。ただ手がいいときはやっぱりこういうのとかから切っていくといいですね。なるほど、なるほど。なんかね、憧れがあるんですよね、変な。さっき言ってましたもんね。そうなんですよ。で、こうですよね。あ、じゃあ一回変えますか。これせっかくなんで、はい、ほら、これ役一応、あ、そうか、あるから、そっち、そう、そっちから来ましょうか。やっぱ同じ似てる数字も、うんうん、そうです、そうです、残しといた方がいい。はい、そうか、イーペーコーとか、うん、とか、これだと3色とか、うん、3色ね、うん、3色上がったことないですね。お、
ツーイーソーね、一回めっちゃ惜しかったんですよね。惜しかった、すごいですね。上がってないんですよね、ツーイーソー。でもまあこうか。うん。でもほんまはここら辺ですよね。本当はまあそうですね、これ来たことで、うん、今ドラが2枚ある状態なんで、はいはい、ドラが2枚あるってことは手が結構高くなることあるんですよ、はいはいはい、だからこういうとこ本当は切ってた方がいいですね。じゃこのほらこれだけ残してこっち切ってみます。ドラが2枚あるっていうのはこれとこれ。 あそうかそう、赤か、うん、そうですそうです。さあこの自牌は、うん、今自分がトントンなんでどっちも風じゃないんで、うん、どっちからでも、はい、おおってなるとまあこれか。そうですね、ツモが結構いいですか。いいですね、思う通りに伸びてる。へー、うん、でも初心者の時の方がなんか、うん、あんま考えてないからツモ良かったりしそうですよね。ただただビギナービギナーズラック的な感覚的にはこれ切りたい。うん、いいですよ。いいですか、はい、やっぱ好きな牌とかってあるんですか。その私は一応あります。でもプロではその、うん、その範囲に差別しないみたいな、あ教訓みたいな。そうですそうです。でないっていう人もいま す, うす、ね、うん、僕で好きな範囲なんですか。いや僕ピンズがまず嫌いなんですよ。あ嫌いなんだ。そう、なんで感覚感覚全く良くないんですけどはいはいはい、はい、絶対無理がなれないんですけどピンズがあったらまず切っちゃうんですよ。あ、はい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 、なんか嫌いなんですよ。自敗が好きですね、やっぱなんかね。そうでも自敗ってやっぱ高くなる可能性秘めてるんで、んいっぱい集めると。これ先生打ち方としてはどうですか。はい、いやいいですよ。ただこれ出たらもう泣いちゃう。うん、泣いた方がいいですね。こういう時は泣かん方がいいですか。別にこれ例えばじゃあこれ泣いてもあんま形よくならないですよね。こう泣いたとしてもとか、これでこうしたとしても、うんうん、なんか形が良くなって ならないときは泣かない、うん、その形が良くなるところから泣くっていうのが鉄則です。泣きは、ね、泣きの、うん、まあ、ここは泣くは分かるんですけど、うんうんうん、いい反応か、はい、ここら辺のその地位、うん、地位とかがあんま、うんうん、あんま意味分かってないんですよね正直。あ、地位が意味が分からないっていうのは、うん、だから先生が言う今、はい、これで泣いたり、はいはいはい、これで泣いたりしたときに、うんうんうん、形が悪いっていうのはこの、あでもこいつがおるからピンフにもならん。ピンフちゃう。あのでもこれじゃないと今度上がれないじゃないですか。それって不自由な形なんですよ。だからなるべく最初に役を確定させる。でも例えばですよ、ここって2枚ドラじゃないですか、うん、ここの間ってなかなか積もれないじゃないですか、うん、だからここ出た時だけ泣こうかなとか、形が悪いところだけ泣こうっていう風に考えるんですね。そうか、はい、完全に見えてる状態で泣かないと。まあこっちですか。うん、それはありですね。楽しいな麻雀もう麻雀してゴルフして、うん、ラーメン食っていいですね、はい、ちょっと行きたい、はい、あの泣きの基本は愚形からと覚えておいてください。ポン、お、愚形、愚形、愚の形、形が悪いところっていうんです、愚形。ほんでこれもう忘れてんねんな、うん、ポンしたらどうするんでしょう。切る、1枚切る、こう切ってでいいんか、うん、した方がいい。した方がいい。はい。すいません。これは一個もか役を確定させたんで、うん。あ、もうポンしたらどんどんポンした方がいいんや。そうそうそう。一個泣いたらもう結構泣いてっていいです。もう上がるスピードをとにかく速くする、うん。そうですそうです。そうか、もう泣いたくせに泣きを躊躇してる場合じゃないんや。そう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 。そっか。うん、でもこんなんももう。そう、それはねもう目指せないから切ってきました。ちゃうしかないですね。うん、
なるほどな。もうポンしたらどんどんポンするっていう。そう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 。一個泣いたらあとはもう仕掛け放題。うんうんうん。そんな怒られてないですね。バシバシモード。なんかちょっと優しくなっちゃいますね、やっぱり。全然おかしかった言ってください、ね。うん、わかりました。上がれたのにみたいな。うん、じゃあこっから先ちょっと一回指導やめてみるね。あと自分で中牌を考えてみましょうか。はい、いやいや、いいっすよ。もちろん小林マネの兆候の時間。お手すきでもしあれと教えてってください。うん、あ、それでも大丈夫ですよ。これ泣いた方がいいですかね。もう今私言わないと言いました。どうします。ポンポンポン。お、大正解。ここか。大正解、ね、そういうことです。先生おらんかったら泣いてないとこやで。で違う。だこあれなんか入った。違う。リーチみたいな台みたいな声で。違う。そうだからドラですもんね。ではもうこうや。そうや。これでリーチはできないからこうや。こうだ。そうです。危ない危ない、怒られるとこやから。なるほどな。うん。泣いて泣いて泣いて。うん。そうか、なんか初心者ってね。うん。なんか泣くに抵抗あるんですよね。ああ、そうですよね。怖いですよね、ちょっとね。そう、怖い、泣くの。うん、わかる。めちゃくちゃなっちゃうんちゃうかっていう、うん、でも別に泣くのが悪いことじゃない。そう、でも最初のやっぱアドバイスとしてはやっぱ役を確定させることが大事んなんで、やっぱこれも吐くっていう役から泣いてるのが大事ですね。ロンですよね。そうなんですけど、すみません、もう一回。どうした。はい、ロンするときは両手で。ごめんなさい、めちゃくちゃ両手で。すいません、最近徹夜見てて。徹夜ね、徹夜こうしますね。徹夜、売人のすいません、ちょっと勝負師徹夜の影響で、はい、悪い。あ、いえいえ。すいません、ちょっとじゃあいいあの麻雀打ちになってほしいので。すいません、いえいえ、漫画の影響で。もう一回。はい、すいません。ロン、あ、こうですね。あ、素晴らしい。めっちゃまだ悪かった今、うん、徹夜の影響で。店長もわざと多分振り込んでいただいて。まあ練習なんで。でもそうですね、今多分練習で、うんうん、そうか、だから泣いて、うん、でまあドラつきますもんね。そう、これだからこれついたから点数が7700点ですね、親なんで。うん、そうか、うん、ドラ2個で、吐く、うん、吐くドラドラ、うん、吐くドラドラ、うん、というやつですね。なるほど。じゃあもう一回やりましょう。はい、はい、お願いします。青いボタンを押してお願いします。はい、はい、よし、やってみよう。でもね、麻雀ってやっぱ分かってくるとさらに楽しくなるんですよ。いや、そうっすよね、うん、いや、今まあだから初心者の、うん、なんとなくやる麻雀で、うんうん、もうめっちゃ楽しんでます。うん、それはすごいいいことですね。すごいライト勢ですね、だからゲームでなんとなくやってたら、うんうん、でも実際打たないと忘れますね。そうですね、やり方、うん、はい、じゃあ持ってきましょうか。はい、どうですか。まあ悪くはないんですけど、はい、これはくっついてるじゃないですか。はい、でもくっついてない同じような牌が1個あるんで、それ切ってほしいですね。それです。はい、そうか、なんか、うん、そう、でもね、そこ大体切ってくんですけどね。うん、はい、とりあえずあっちの方がいいな、うんうんうん、もうほんと本気であの大丈夫です。上がれたら上がってください。実践編で。うわ、むずいけど、うんうん、でもこれかな。うん、それでもいいですか。はい、
あれもったいないですね。あれ第一弾のこれ指導がこれもったいないですね。あれマネージャーに指導が入ったもったいないですか。もったいない、うん、ほらだってこれこれこれも来たからこれあったらまさか小林マネにビシバシコースが入る小林さんいつやってたんですか。前僕ほんと中高生ぐらい。あそうなんや。プロにね今日教えてもらえるんで。おまあこれか。うんいいですよ。いいですか。シェアさんは右利きですか左利きですか。右利きです。じゃあ右利きだけで切りましょうか。わかりました。決まるときと切るときは右だけ。うん。これ。うん。いやなんかこうそうやな、うん、感覚的には、うん、まあでもこれか、うん、なのか、うん、もうこれいっちゃうか。あ切ってる範囲はでもね切った方がいいです基本。ってことはこれか。いやこれ切ってません。あほんまや、うん、なるほど、うんうん、あそれ勉強になる、はい、もう自分が出してんのはそうですそうです、うん、いらなかった範囲ってことも、うん、そうなりやすいし残してると、うん、なるほどな。それたまにやってます確かに、うん、切ったのに残してまうという、まあ、これもだからもう諦めた方がいいってことですかね、うん、これもったいないですか。もったいないですね。薬満チャンスだった。そう何があるのこれ何が薬満チャンス逃した小林さんうわー、まあこれかな。おーすごい、それですよ。また泣く範囲は決めときましょうね。はい。こういうドラが打ったら泣いてもいいみたいな感覚ですか、うんうん、そうですね、やっぱ高くなる、泣いても高くなるときは泣きやすいですよね、うん、泣いてやすいときはよっぽど形が良ければ、うんうん、うわいやちょっと渋いっすねこれですか。うんそれもありですね。先生ならプロは私はやっぱりこれまた振り手になっちゃうかもしれないですよ。これやると凝り切っちゃってるんで、うん、回り切っちゃってるじゃないですか。なるほど。だから凝り切っちゃいますね。なるほど。あれ切った以上はもうそれともさよならみたいな。うん、もうここで完成してるし。そうですね。これか。おそう。これまたあれさっきの上がったことないやつチャンスですね。ほんまや。あーまあ行くか。ポン。はい。で。いやこれ難しいな。うん、これ切るのはじゃあ外れたらブブーって言いますね。 OK です。これかブブブー。あ違うそれ一番ダメですね。あだ一番ダメ一番ダメ。あらこれだってこれ切っちゃうと、うん、これ切るじゃないですか、うん、ここカンチャンじゃないですか。あほんまや。そうでもそうか、まあ、例えばここだったらここ両面じゃないですか。あそうか。だからほんまや。そう両面の方が大事だし。あこれか。でもそれじゃないんですよ。違うんだ。そう
これは、結構麻雀出てくる形なんですけど、うん、これ正解の牌を切ると、ここむずいな。正解の牌を切るとよく麻雀でいう完全イーシャンテンっていう、はい、一番いいイーシャンテン、天牌まであと1牌のところに行けるんです。正解はこれです。これ切ると両面両面、あ、頭にできんのか。そう、頭、そっどっちか頭にできて一番いい形になるんです。ほんまや、はい、これや、こいつや、うん、なるほど、そうかそうか、頭にする発想が抜けますね、うん、あとね、これもう一個ね、一応役がね、候補が、うんうんうん、うん、3つのやつ、あっ、した泣く準備しとかないと、ええ、あ、チー、うん、そっか、チー、そうそう、1個泣いたらね、うん、チーや、うん、チーこうですよね、そうです、チー初めてしたかも、え、で、これも1個捨てる、はい、サンマばっかりですか、もしかして、え、サンマばっかり、あん、そうですよね、あんま4名やってなかった、サンマばっかりです、うん、チーはあんまやってないですね、リーチ、お、来た、マネージャーのリーチ、お、うわ、来た、じゃあリーチ受けてどうするかですね、うわ、何やそれ、そ、色っぽいリーチなんで、だこれですよ、これがレクチャーの、うん、これやっぱりどうします、全く分かんないですよ、うん、こういう筋が、うん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 、どれが当たりそうとかね、だからでも感覚では想像危ないですよね、うん、多分何も通ってないですね、うん、こっちは想像、まあチーソーだけ、うん、ってことはチーソー捨ててるってことは、うん、どう考えんのやっけ、その7の、うん、え、だいたい157でしょ、7が、あ、いや、いい数値ですね、いい数値、147が7が早いから、はい、7の外側は当たりにくい、はいはいはい、8とか9層とかは大丈夫、まあ当たりにくい、はい、でもこっちは何にも通ってないから分からない、うん、危ない危ない、でもでピンズは大丈夫、じゃあ自分の手で通りそうなとこあります、うん、まあだからじゃあ完全現物あります、2人のリーチに、なるほどね、うん、完全現物はないですね、ないですね、うん、じゃあ上がりきっちゃいましょうか、自分で勝負して、もう勝負してて降りない、降りない、降りない、おお、通った、ほんま危ないですか、でも、いや危ないですよ、酸素危ないんですけど、自分が上がることで相手の上がり潰せることもあるんで、まあなあ、はい、もう楽しんでるうちはでも、うん、そんなプロじゃないから降りんくていいっすよね、うん、もう小さも通るやろ、おお、これ4の数字だから7通りますね、いい数値、なるほどなるほど、うん、おー、ドキドキするもう降りないっす、おお、決めましたね、勝負やな、いや、おもろい麻雀あの、うん、基本は自分が両面でテンパしてるときは、うん、おおシャーマチやシャーマチ、シャーマチの、うわ、特殊なんですけど、レクチャー遮って論じゃないっすよなんか今言おうとしてましたよね、 あの、はい、両面でテンパしてるときは、うん、なかなか降りなくていいです、結構勝負していいです、そうか、まあ、はい、こっちも、うん、上がれそうだから、じゃあ見せてあげます、はいはいはい、ラッキーこれはだま、隠しリーチみたいなの言うんでしたっけ、隠しリーチ言わないや闇点ね、多分闇点なんですけど、これは泣いてるから闇点でもない、うん、あ、これ泣いてないと闇点って言います、あ、じゃあ裏ドラ見ます、小林さん、なんすかこれ、だから、うん、最初あれ、2回だけなんですよ、ほら、だってこれとこれですよ、小数詞っていう、小数詞や、うん、マンズと自敗だけが小数詞、うん、自敗のシャーとナンとトンとペーを332で集めれば、なるほど、小数詞、うん、面白い、
わ、ちょっとレクチャーおもろいな。で5200点でしたね。はい、なるほど。リーチイペコ赤。ちょっとじゃあプロをやってもらいながらちょっとやっていいですか、うん、もちろん。はい、じゃあ変わります。お願いします。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。